新温泉町は兵庫県北部に位置する三方郡の町、田島県民局の管轄地域、田島美穂の浦下荒道門新温泉町は兵庫県及び近畿地方の最北西端に位置する町で、西は鳥取県に接し北は日本海に面している。海岸は山陰海岸国立公園に指定されているほか、田島美穂の浦の名称で、 国の名称及び天然記念物に指定され、また、南部の山岳地帯は、氷の山跡やマナギ山国定公園及び、田島山岳県立自然公園に指定されている。景勝地が多く、集落は海岸及び、岸田川水系の河川を中心に広がり、南部の山間部には夢千代日記で有名な湯村温泉がある。町全体が日本海側気候で、 豪雪地帯に指定されている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、新温泉町の人口は8.32%減の16,014人であり、増減率は県下41市町村中49行政区域中ともに最下位である。2014年5月8日に日本創生会議。 人口減少問題検討分科会が発表した2040年人口推計結果で20歳から39歳までの若年女性の減少率が2010年比で70.0%となり消滅可能性都市の一つとされた町内全域が旧田島国に片群に相当する交番駐在所町内に店舗があるもののみ掲載近隣に鳥取空港 田島空港がある。かつては町内に湯村温泉ヘリポートがあったが2008年に廃止された。中心となる駅、浜坂駅、田島美保の浦流宮道門井組海岸湯村温泉、町名については合併後に検討される予定となっており、変更される可能性があったが、以下の通り変更しないこととなった。浜坂町と温泉町では2005年4月1日の合併を目指して、 協議を重ねおおむねスムーズに進展していた。だが新町名をめぐり、旧町名の除外を求める浜坂町と旧町名を含めて検討すべきと主張する温泉町で対立があり、協議会での議論は平行線をたどり2004年6月16日、事態打開のために町長、議長会に一任し温泉町側の意見を全面採用して町名を温泉町にすることが決まった。 ところが、浜坂町議会はそれに反発し、合併関連予算の否決町議会議長の辞職など混乱に陥った。温泉町側は、決定事項として、最高には応じず、10月2日に調印が行われたが、浜坂町では10月18日に議会が、配置文豪議案を否決するなど混乱はさらに拡大、2005年4月1日の合併は、 不可能となり11月15日、当時の中村浜坂町長が辞職した。12月26日投開票された浜坂町長選挙では、町名再考を訴えた銀山町長が当選。しかし浜坂町側の動きに温泉町側は態度を降下させ、その後も議論は平行線をたどった。ただし、財政名や地方自治についての長期的な将来、 展望の観点などから現実的に見て将来的な自治体合併は不可避であるという認識はあり、そのことから双方が情報を見せ、旧合併特例法期限の直前の2005年3月19日に名称は新温泉町とする。ただし合併後も検討するとすることを合併協議会で合意に至り、3月26日に両町議会が 関連議案を可決し3月29日県への申請を行い合併が成立に至っている。2012年1月17日、岡本秀樹町長は現町名、新温泉の維持を表明した。これにより合併協定書にある名称は新温泉町とする。ただし合併を検討するという正し書きをめぐる問題はこの表明をもって終結した。 ありがとうございます。